紫色の子かわいいよ。昨日告白いっぱい練習したよ。紫色告白いっぱい練習したよ。それでは聞いてください。フルーティーでお高いヒーロー。今湧き上がるケチャの嵐、お高い燃える最高の現場ここにある。愛を持って、推しを持って、
皆さんよければね、まだまだ手拍子などしてもらえたしいなと思いますけども、こっち側のサイドがちょっと元気なように見えますのでね、あれ手とか振ってみる、手とか、わー、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあまだまだ盛り上がっていきましょう、聞いてください、プレデター、さあみんなの声はまだまだ聞かせてください、
ゃん。私たち北海道初育成型フルーツアイドルフルーティーです。よろしくお願いします。はい、ということで去年は大丈夫で、フルーティーは別のスケジュールで出れなかったんですけども、そうだね、相手ちょっと久しぶりに帰ってきましたけれども、大同年初のメンバーがほとんど、はい、はい、おお、おじゃない、あとね、ほなみんが前のユニットに出てるんだよね、はい、そうどうですか、この普段歩いてるような場所でライブをする感じは。やばい、いや、新鮮というか、なんか最初どういう風に向いてライブするのか分かんなくて、なんか道路に対してこうなのか、こうなのか、こうなのかみたいな、こんな感じなんだよって思った。こんな感じなんですなんかこれこんな感じなんですでね、最初2曲聴いてもらったんですけど、はい、残り2曲もあるので、ね、担当フルーツの名前だけでも覚えてほしいなということで、簡単にですがポン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 と名前とフルーツ言ってきますので、ぜひ覚えてほしいと思います。はい、じゃあ私から順にこう青の方に向かっていきますよ。はい、リーダーライブ担当のおばちです。はい、キウイ担当くるみです。はい、グレープフルーツ担当サイです。はい、ユージ担当フナミンです。はい、マンゴー担当リナです。はい、ドラゴンフルーツ担当のリノです。はい、ブドウ担当アイリです。はい、ブルーベリー担当セイヤです。はい、ということでね、残り2曲ですけども盛り上げていきたいと思いますので、はい、皆さん最後までお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、最後2曲歌ってしまう前に、はい、大事なライブの告知からね、はい、してしまおうと思いますよ。はい、来週の日曜日にとうとう迫りました。はい、ゼップ札幌で行われます私たちの定期公演フルーツバスケット。はい、皆さんもうチケットは予約していただけましたか。イエーイ、本当あれまだかな、まだかな、恥ずかしいんじゃないみんな9月13日では9月13日です。はい、今日こうやって見に来てくれた方にはぜひ全員来ていただけたらなと思うぐらい、1000人という動員目標はとても大きいですが、はい、はい、皆さんと一緒に最高の時間を作れたらなと思います。ぜひ皆さん来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろんなアイドルさんも東京とかからやってくれますし、はい、スペシャルゲストに松本伊代さんが来てくれるんですよ。わー、すごいですよね。すごいですよね。今めっちゃいい、おー、いただきましたありがとうございます。ね、センチメンタルジャーニーという夢の曲もコラボすることになってますので、ね、はい、ぜひぜひ聴いてほしいと思います。じゃあラスト2曲フルティも歌っちゃおうと思うんですけど、名残惜しいね、名残惜しいね、まだ痛いね、痛いね、勝手にどっかでじゃやるとか言ってダメ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 です、ね、ということで、ということで、この後ですね、そんな見たいなって思ってくれた方にイベントあるんですけどいいと思う、はい、はい、この後ですね、はい、ニコリフレさん知ってる人いますか。こっからすぐ、こっからすぐ、そう、すごい近いですよそこでニコリフレさん主催のアイドルライブがあるんですけれども、フルーティーの出番は19時ですよね。19時10分です。はい、あれちょっと、いやでもまあ早く来てほしいっていうことで、19時くらいに来てくださいそう、本当にね、ニコリフレさんって男性限定なんですけど、宴会場ではライブは女性も見れるということで、あと ライブはね、女性も来れるんで、うんうん、うん、ね、普段は男性しかいないけどライブでは女性も来れるということで、はい、ぜひ皆さんに来てほしいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、あなたの同じこと何回も言ってた、大事だからね。そう、だから聞いてない人いそうだったから。なるほどね、結構前に出てた妹部のフレッシュとかも登場しますから、ぜひ、ね、はい、リフレさんもお願いします。じゃあここでの残り2曲も全力で歌おうと思いますので、皆さんも全力で楽しんでくれますか。なんか元気足りなくて、時間早いからもうちょっとじゃない、もうちょっともうちょっといけるんじゃない。みんなまだ盛り上がれますか。ありがとうございます。よし、行きましょう。最後は私たちの代表曲2曲ですね、キャプティブという曲とスマイルという曲を続けて聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください、キャプティブ。関わるもののことをそんなに好きになるなんて、 Fall in love。
ずの思い出たき辛いことでも大切なメモリー時の流れの速さに取り残されてくる だけど忘れちゃいけないヒストリーだから想いもないなんだと忙しいけど待った！前行った！後ろも！
ライブの告知をしたんですけど、フルーツティーはありがたいことに、はい、週末平日問わずいろんなところでライブさせてもらってますので、詳しくはフルーティーのホームページやメンバーそれぞれのブログやツイッターをチェックしてみてほしいと思います。はい、はい、それではこれからのフルーティーの応援もしてください。